もう平沢勝栄さんの地盤も盤石なんですよ。まあ強いです。かつ2009年の民主党に風が吹いた時も平沢先生勝ち続けてます。平沢勝栄さんのこの葛飾区での力すごいです。平沢勝栄さんがなんで強いかっていうと、この人地元の会合しか出ないんです。政治しない、選挙のことばっかりです。時間があれば確実に葛飾に戻ってきます。だからその余計な打ち合わせはせずに、もう地元で選挙勝つことしか考えていない方なので、どこ行ってもいます。もう何々会の会合って言って、僕も議員してたんで、ちょっとこのね近くの町会が集まるとかっていうと、ちょっと調査のために行くわけですよ。そうするともう確実にいらっしゃいます。悪口見ない、これかもしれませんが、めっちゃ一緒ですよ。人情味があってね。